はい。皆さん、こんにちは。飛行機止めの秀樹です。今日もこの番組をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、はい、また大好きな飛行機のダイキャストモデルについてお話ししたいと思っております。で、今日はですね、本屋で買える飛行機ものでございます。なんとですね、本屋に行って飛行機関連の模型が買える。すごい。ありがたい。嬉しい。ってことですね。じゃん。今日はですね。はい。今日はこの、はい。ディアゴスティーニ社。噛んでますね。ディアゴスティーニ社さん。滑舌悪い。ひてきくん、練習します。はい。ね、が始めましたですね。この JAL 旅客機コレクションというシリーズについてお話をしたいと思います。これ、もともと去年、2019年9月、10日、創刊ということで、これ第1号なんですけれど、はい、中橋の本屋さんに届いてもらいましてですね、持ってるんですけれど、こちらがスタート、去年の9月からのスタートしたシリーズですね、隔週でいいのかな、売っております。当時、最初のやつはですね、特別価格で、今、これはね、8% ごめんなさい、今です。から、1009円。税込みで1009円という形になってますね。実際その後、第2号からは、これ特別価格ですから、はい。最初のやつは安く売るんです。これ、商売の鉄則。はい。サンプルですね。体験してもらって、それで、継続顧客を掴む。これはビジネスの常識でございます。すごい。実際もうちょっとちっちゃくなってます。はい。2号からはちょっと若干会員放送にもなってますし、変わってますけど。はい。第1号、787。かっこいいですね。また僕乗ったことないし、787ね。そろそろ乗ってみたい。777、777までしか乗ってません。本当にね。そう考えると僕この70シリーズはですね、700、727、737、747、757、767、787とあるんですけど、多分僕は、787が全部乗ってるはずです。717とかそういうのあったんですけどね。まあ、細かい番号のちょっとイレギュラーなものはあるんですけれど、ちょっとそのややこしいものはちょっと置いて、世間一般に言われてる70シリーズは全部乗ってきたはずですが、まだこの最新駅に乗ってない。というか、ここ数年飛行機乗ってない。ですが、今度また乗りに行きます。まあ、それはまた別でレポートしましょう。さて、この、モデルですね。ダイキャストモデルですけれど、特にディアゴスティーニさんはいっぱいいろんなこれだ、エアファイターコレクションを、お話ししましたけど、あちらアジェットさんですね。あ、まあ、飛行機の話した。飛行機飛んできましたね。うるさくて。これ BGM ですよ。はい、バコン BGM。アジェットさんと一緒で、こういうシリーズもの、組み立てるものとかですね、そういったもの、不安を作ろうとか、いろんなシリーズを作って、お城を作ろうとかですね、まあ、ちょっとすみません、どちらか全然分かってないのは無責任秀樹らしいんですけど、そういう形でやってるシリーズで、本当に、日本の航空ファンのためにはありがたい、はい、ことであります。なしろね、アシェットさんとか、ディアゴスティーニさんってね、力あるせいかで、目立つんですよね、本屋行ってもね。すごい。僕が行った頃は航空雑誌ってね、もうちょっと目立ったんですけど、今、車と同じとこに置かれちゃって、昔、飛行機ってエリアあったんですけどね、今ないんですね。鉄道とか車とかの端っこにちょこっと乗ってて、探すの大変。本当に。これでは、当時のね、その、13歳の秀樹くんって見つけられないよっていうぐらいのとこにあってて、よく、なんとかしなければならんとは思うんですけど、これ、いいとこに置いてあるんですね。まあ実際、大きいっていうのもあるんですけど、こういったモデルものはね、すごくエリア専門コーナーがありまして、存在感がある。とにかく存在感がある。なので、はい。すごく、未来の飛行機少年、飛行機少女を育ててくれる素晴らしいシリーズであってほしいと思っております。で、これ、すごく中のね、雑誌がね、ものすごい力入ってるんですよね。これ、まあ2号とか3号とかを見てみないとわからないにしても、まあ小号にしてはすごい厚い。もちろんですね、こういうですね、反則チラシもいっぱい入ってる。さすがですね。こういうことができるから商売ができるんですね。はい、秀樹くん勉強します。で、まあ、こういう感じでね、CM ページとかもあるにしても、やっぱりこういう中の特集がですね、結構力入ってる。ページ数厚い。
この辺はアシェットさんより、アシェット安かったっけ、アシェット。まあ、こんな形でいろんなことですね。あとね、ポスター、折り込みポスターがあるんですね。これはね、ちょっとびっくり。ここまで手間をかけられるかと。またこれがまた綺麗な写真なんですけど。あります？なるはずだ。なるしない。また中にもこんな風に。結構中の冊子はものすごい頑張ってるな、っていうのを思いました。はい。で、読み物的にもですね、結構、まあ面白そうな、いろいろマニアック、アーカイブスとかね、写真が多かったと。うん。なかなか気合が入ったシリーズだと思います。で、実際のモデルはもうちょっと出しちゃいました。はい。出すの結構大変だったんで。はい。787。ダッシュ9。このね、反り上がった翼ですね。ここの、この微妙なシェイプわかるかな？ 400 分の1ちっちゃいんですよね。さっき測ったんですけど、15センチ。です。はい。で、これはですね、もう足出っ放し。で、スタンドありません。もう、置くしかないモデルですね。まあ、それは割り切り、ですね。まあ、こういう、やっぱり本で売ってるモデルは、やっぱりどっちかに割り切らなきゃいけない。アシェットさんはもう、スタンドしかない。こっちは、もう足、実際に客置くしかない、みたいな、感じですね。うん。で、この特徴とかね、よく取られてると思います。この787ってね、この、コクピットのこの頭あたりがね、すごい特徴。ちょっと尖った感じがするんですけれど。はい。そういったものを、お手が触れて、お手が触れて。今日よくヘリコプターだろうな。これ BGM ですかね。はい。こんな感じで、ね、特徴よく捉えてると思います。モデルね、いいです。いいです。かっちょええです。ね。ジャラさんとは僕は因縁というか、むしろすごくお世話になってましてですね。はい。何代か前の、社長様の息子さんは、実は僕小学校で同級でございました。プラスですね、僕の小学校の同級生。ジャールで機長やってるはずなんですよ。もう最近ちょっと忙しく、彼が忙しい。僕はずっと暇な上司シェフだったんですけど、今は忙しいですけどね。はい。偉くなってですね、コパイロットの時ぐらいまではまだね、年賀状とかね、連絡とかあったんですけど、今はもう忙しくなっちゃったところから全然連絡取ってませんけど、高松さんっていうね、機長がいら、の友達がいたんですよね。本当に彼は優秀でね、小学校の同窓なんですけど、夢をね、貫いて本当にパイロットになられて、素晴らしい。応援してます。どこで頑張ってるかわからないけど、どこの空を飛んでるかわからないけど、高松機長、僕たちは応援してます。で、ジャパンヤラインさん。で、ちなみに、うちの父上もですね、これを使って世界中飛びま、まあこれじゃなくてね、747とか古い機体ですけど、世界中を飛び回ってまして、JAL グローバルクラブというですね、いっぱい乗った人の中でも乗った人、ベストオブベストのカスタマーが選ばれる、グローバルクラブの会員でございましてですね。彼は随分いい思いをしたらしいです。はい。まあ、こんな感じで、すごくリアリティがあります。特にね、このまたエンジンのね、ところ。これ、このエンジン、すごく特徴があってですね、見えるかな、こう、後ろ、ナセルって言うんですかね。後ろがね、ギザギザなんですね。はい。これ、この787の特徴でも、一発でわかる外見の一個でもあるんですけど。こういった特徴もよく綺麗に出てると思います。造形もすっごい綺麗です。タイヤもなんかゴムみたいなのがついてますかね。ちょっとなんか、ま、回るかなみたいな感じです。まあ回ってどうするんだって気もちょっとしますけど。うちの息子がピコパーパーって飛ばすわった時に必要かもしれませんが、まあ回る必要はあんまりないと思うんですけど、はい、なってますね。なんで良い出来だと思います。が、これからの懸念としてはですね、量産号、第2号以上。これね、ディアゴスティーニさんの、ホームページをね、上げてるんですけど、第2号以降が2760円プラス税。ということはほぼ3000円。3000円のモデルで、これがどこまで支持されるか。プラスですね。大きい機体はいいんですよ。これ400分の1なんですけどね。はい。ジャンボとかこれよりもっと大きいですからね。いいんですけど、歴史的に YS11 とか、はい。ボーイング737とかですね。まあ、実際ちょっと本屋までちょっと一応チラッと見てるんですけど、ちっちゃい飛行機を3000円出して買うかな。というのはちょっと秀樹くん懸念してる。この箱に対していつも同じ大きさってやるわけじゃなくて、もうスケール
400分の1でやってると、当然飛行機はちっちゃければ、モデルもちっちゃくない。手のひらね、むしろ指に乗るような飛行機に3000円出す人がいるのかな、というのは、しょうがないんですけど、これは結構難しいとこになってしまうんではないかな、と思いますね。まあ、とはいえね、毎回毎回スケールアップダウンっていうのは、それもまた、コレクション的にはまた違う話になってしまいますし、おもちゃとして考えれば大きさを揃えた方がいいと思うんですけれど、どっちに振るのかっていうのは、これも経営判断ですね。秀樹くん、飛行機以外にもビジネスも好きでございまして、いろいろ研究してるんで、ディオン・シーニさんは、スケール、つまりマニアについて、定期購入を対象として頑張ってらっしゃると思うんですけど、その定期購入者さんがどういうふうに感じるかは、興味津々。ちなみに秀樹くんはちょっと引きました。3000円でこんなちっちゃいの？僕の器のせいかもしれませんけど、そう思ってしまって、はい。ちょっとさっきね、市場調査で仲良しの書店さんに来たんですけど、これは結構、大きな、購入判断の材料になるかもしれないとちょっと思いますね。はい。でも、検討を祈りたい。何しろ、飛行機を世の中に広げてもらって、いろんな形の飛行機がある。そういったものを伝えてもらうのは、すごく、飛行機界に素晴らしいことだと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。